無法松のニックネームを持つ村上勝智少佐は、大柄でエネルギッシュ、水泳、相撲、銃剣術、何でもこなす馬力のある男として、仲間から一目置かれていました。エイコの顔を見に行く、兄からの電報にはしゃぎ回ったのは、山口県の大島郡に疎開して間もなくだった。空襲警報の頻度は多くなり、私は当時、中学に入ったばかりのすぐ上の兄と、80を過ぎた祖母の3人で、瀬戸内海の島の親類を頼って疎開していた。初めて母のそばを離れた田舎暮らし、夕方になるとみかん山に登り、海を見ては泣いていた頃のことだ。電報から海軍の兄の匂いが、伝わってくるような気がした。久しぶりに何のご馳走をするかね、と目を細める祖母をせき立てるように、浜辺の漁師のところに急ぐと、鯛を分けてもらって待っていた。待ちくたびれた頃、兄はやってきた。笑った顔から汗が吹き出ている。船着き場から二里の峠道を走るようにやってきたのだそうだ。が、兄は休む間もなく、さあ、洗濯物が溜まっているだろう。洗ってやるぞ。出せ出せ。と言い出した。私とすぐ上の兄が、この時とばかり、溜まっていた汚れ物を出すと、抱えてきたカバンから、大きな石鹸を取り出し、ワイシャツの袖をまくり上げて、太い腕でゴシゴシやり始めた。すぐ上の兄と私は、それを小川にすすぎに行く役を仰せつかった。狭い庭はたちまち、洗濯物の満感色になった。まくった袖を下ろすと、兄は帰る、と言い出した。座敷にも上がらず、せっかくのご馳走も口にせず、元気でいるんだぞ、と私の頭を太い手で、撫でてくれただけだった。後で祖母に聞いた話だが、その時兄は祖母に、僕にもしものことがあっても泣かないで、と言ったという。祖母が、おうおう、お前はお国に捧げた子じゃから、ばあちゃんは泣かんよ、と言うと、にっこりうなずいたそうだ。この時が海軍の兄を見た最後だった。兄はその足で実家の門司に帰っている。その時の様子は後日、母たちから聞いたのだが、その頃、病床に伏していた父に、どちらが早く死ぬか競争しようか、と兄は笑いながら言ったそうだ。いつも冗談ばかり言う子だから気にも留めなかったが、あれが別れの言葉だったとは。この時の話になると、母はよく泣いた。それから4ヶ月して父は死んだ。私も疎開先の大島郡から急ぎ文字の実家に帰ったが、その葬式も済んだ1週間の後に、兄の戦死の後報が届いた。たった一通の封書、それも一枚の書類。父と死ぬ競争をしよう、なんて笑った兄は、父が死ぬ3ヶ月も前に、すでに死んでいたのである。今、七夕が来ると兄を思い出すのも、兄のあの優しさだ。私は七夕飾りの笹を取りに行くことを、すぐ上の兄たちに頼んだ。しかし、相手にしてくれない。私は玄関先で泣きじゃくっていた。涙が土間に落ち、それを指先で何やら書いていた。突然、目の前に真っ白い海軍服の兄が現れてきた。私は思わず涙を拭いながら、七夕飾りをするんだと訴えた。そんなことか。黒い顔が笑った次の瞬間、私の手をぐいと引っ張って、兄は裏山に駆け出した。その時の嬉しかったこと、その手の温かかったこと、その感触が
今も私の手のひらに残っている感じがする。私はその兄が片目に残して出撃し、終戦直後に他界した母が空襲の火の海の中でも話さずに持ち回った焼け傷のある一本の軍刀を兄の唯一の遺品として、母の心のぬくもりとして大事に持って嫁に来た。タンスの奥にしまったままだが、時折主人が引っ張り出しては戸の子を振っている。その軍刀の光を見るたびに兄を思う。海の木図となった兄、今私の心の海として生き続けている。